イロケンさんと滝沢さんでーす。すごいマジですごい、ほんと謎っすね。テレビも出てましたよね、ヒルナンデスかなんか出てましたよね。あ、そうです。ルキの滝沢でお願いします。はい、これは教室のカメラ、これや土の場研究室へようこそ。ようこそ。はい、というわけで今日は、なんとね、コラボでございます。いやー、来ましたね。来たね。来たね。うん、来た。うん、もうすごいよ。すごいね。すごい。すごい人が来てくださいましたね。皆さんすごいのよ、本当に。はい。アーティストさんですよ。そうですね。もうなんで僕らとコラボしてくれたのかわからないですね。謎ですよね。はい、もう縁のはるばるここに来てくださってる。そうです、そうです。はい。やばいっすよ。うん、まあグズグズ喋ってもしょうがないですから。はい。早速お呼びしましょうか。はい。はい、というわけでじゃあ今日も行ってみよう。行ってみよう。はい、来ました。イロケンさんと滝沢さんでーす。すごい。マジですごい。すごいですね。うん。本当謎っすよ。この二人が来てくれるなんてやばいっすよ。なんでですかね。なんでですかね、これね。生放送とかなんかそういう絡みがあったんでしょうね。そう、生放送で絡みが。ツッチーさんの方にコメントしてコラボしましょうみたいな、いいっすねみたいな、そんな感じの流れだったりして。そう、完全ノリ。完全ノリですね。ノリで。ノリできました。イエーイ。一応、多分ご存知じゃない方もいらっしゃると思うんで、はい、そうですね。はい。じゃあ滝沢さんの方からこう、ちょっと自己紹介でも、はい、ありがとうございます。ツッチのバー研究所のチャンネルをご覧の皆様、滝沢勝成と申します。僕のチャンネルの方ではですね、基本的にそのギターレッスンとか、あとカタカナ5文字で歌イストなんていうユニットをやったりとか してるんですけども、そこでこのギターを弾いたりとか、シンガーソングライターみたいな活動をしております滝沢勝成と申します。よろしくお願いいたします。よいしょはい、続きまして私井野健と申します。普段はなんていうのかな、まあ基本的には楽器チャンネルというかアコギの演奏とかをメインにやってまして、まあ、たまに血迷ってコーヒーの入れ方とか、あとお酒も好きなんで、ね、お酒のコンテンツとかも今後作っていこうかなとかチラチラと思ってたりするんですけど、まあ結局何やってるかよくわかんない人って感じですよね。そういう感じです。十分ギター弾いてるじゃないですか。まあ基本的にはギター弾くんですけど、井野健さんのツイッター見たんですけど、はい、やばいっすよね、ギター。恐れ入ります。しかも最近なんかミュージックビデオかなんか。そうなんですよ、昨日か一昨日ぐらいに初めてそういうのを作ってみて、うん、なんか、うん、そういう感じです。めっちゃかっこいい、うん、ぜひ皆さん覗いてみてください。あの概要欄にね、お二人の、はい、あの情報は載せておきますので、ぜひ見ていただければと思います。滝沢さんは僕謎なんですけど、はい、全部できません？全部楽器。楽器、あ、でも逆に言うと楽器ぐらいしかできないです。いや、びっくりして、ほら、最近アルバム出したじゃないですか。あ、そうなんです、恐れ入ります。全部、全部滝沢さんの。はい、そうですね、ドラム、ベース、アコギ、エレキギター、ピアノ、ボーカル、もうミキシングとかレコーディングとかパッケージとかデザインとか全部僕がやってるっていう謎のソロアルバムを先日作りまして、それをなぜかツッチーさんが。そう、僕買いました。買ったんですけど。びっくり。いやー、すげーと思って、あ、これ全部やってんだと思って。全部やってますね。すごい、本当に。おっしゃっていただければ今日持ってくるのに、なんで、なんで、なんで買ってんすか。欲しいなーと思って。それトラック14が面白いっす。14曲目ソロアルバム14曲目、ナスの太陽ですね。ありがとうございます。ネタの宝庫でございます。そう、メルカリで僕転売しようかと思って。高く売れないですから大丈夫です。まだいっぱい在庫あるんで。今日はね、このお二人来ていただいて、前半歌を歌ってるんですけども、もうボロ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 や。そんなことないです、そんなことないです。そんなことないなので、そちらもぜひ聞いていただければなっていう感じです。サムネ詐欺あるじゃないですか。ありました、はい。あのサムネ詐欺をしない詐欺ってことですよね、今回。そう、サムネ詐欺をしない詐欺、しない詐欺。このグレンゲって書いてあって、その覗いたらね、いやね、騙された方が悪いとかじゃなくて。騙されたお前らが悪いってじゃなくて、そのマリーゴールドって書いて再生して、本当にマリーゴールドだっつって信じたお前らが悪いっていうこと。そうです、そうです、そうです。新しいそういうのやりたくて、ずっとこうサムネ詐欺してたんですよ。仕込み長かったっすね。仕込みに関してはどんくらいいったの？一番最初ってなんか香水か。ああ、香水ありましたね。香水からラーメン食ってるところでしょ。そうそう、多分。今日のためだったんですね、これはね。そうなんです、そうなんです。全然コラボできるかどうか分からなかったんですね。そうですね。
まあ、いずれなんかどっかしら歌出せるんじゃないかなっていうところから、はい、滝沢さんのチャンネルでも、イノケンさんのチャンネルでもぜひあのコラボもね、はい、僕らしてますんで、はい、楽しみにやっております。本当に、うん、面白い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 素直な感想出ましたね本当に、うん、本当に謎滝沢さんの曲の、ね、最近ちょっとハマってるのは眠くなる前に知ってたでしょ。あ、眠りにつく前に全然違うし眠りにつく前に通じてます、大丈夫です。それ突然ソロアルバムの話ありがとうございます。いや、本当に好きなんですよ。ありがとうございます。眠りにつく前にとスポットライトが好き。あ、忘れてました。まず最初ライブ配信で滝沢さんがたまたま歌っててピアノかなんかで、はい、スポットライトの方、うんうん、あ、すごいいい曲と思って。ありがとうございます。そうなんです、今回のアルバムに収録させていただきました、うん、割と最近作った曲なんですけどもそんなシンガーソングライターをやらせていただいておりますテレビにも出てましたよね。ヒルナンデスからも出てましたよね。あ、そうです。あのヒルナンデスって、まあ、番組があるんですけれども、まあ、それのちょっと何のコーナーだか忘れたんですけどもね、まあ、その僕らがやってるその歌いストっていうユニットだったりとか、まあ、僕がやってるお店歌いストカフェっていうお店とかも紹介していただいたりとかして、でちょっと面白かったんですけども、あのうっちゃんなんちゃんさんのね、あの永原さんいただいてらっしゃるらしいんですけどもね、なんか僕の動画見たことがあるらしくて、その番組内で、あ、竹谷さんですよねみたいな感じのことを永原さんがおっしゃってて、超嬉しい。すげーで超嬉しいで、すごいすげー、めちゃくちゃすごいのよ。うん、ありがてぇ。だ、来てくれてね、そっちか。こんな偏僻なところに、なんもなくてびっくりしませんでした、こっち。そんなことない、そんなことないです。いや、普通に成田空港着ていいなっていうまあ、普通に来たことありますからね、この辺ね、通ったことがあるというか、全然全く知らない土地ではないので。あ、そうなんですね。はい、なので全然そんなに驚いてないです。ここに来てくださる視聴者さんとかたまにいらっしゃるんですけど、うんうん、みんなすっげえ暗いとこやすっげえ真っ暗とか畑しかねえし、なんもねえし、そうですね、ちょっと駅とかからね来るとなると、うん、車なしだとちょっとしんどいところありますよね。そうそんなところに来てください。ありがたいですね。とんでもないです、とんでもないです。じゃあ、普通に本物だって本物だなって気象がってます。確かに、イノケンさんがまず見てくれてたんですよね。そうなんですよね、僕がすごい最初の方から見てて、でこれツイートしてたんですよ、このチャンネルすごい好きって言ったら、滝沢さんがまあ前からその仲良くしてくれてたので、そこから経由ですよね。そうですね、はい、でそのツッチーさんのチャンネル見たら面白かったんでフォローして、でそこからその生放送とかにコメントしてたら、まあそんな感じみたいな、なんかちょいちょいツイッターとかでも絡みあったじゃないですか。あ、ありました。なんかその辺リプライし合うみたいな感じで、でそんな流れでなんか気づいたら来ちゃいましたね滝沢さんがなんかすごい注目してくださったのが神戸ハイボールだった。ああ、かもしれない。最初多分先生のやつだ。だから結局嬉しいじゃないあれはドパクリきっかけとしてはね、まあ、いろいろありますからそれだっけ、イノケンがツイートしてたのは。いや、もうちょい前だと思います。もうちょい前か。結構前にツイートしてたと思います。相当多分イノケンさんは昔から見てくださってた。へえ。詳しくは覚えてないんですけど、さっき言ってましたけど、チャンネル登録者がその1000人いってない子って言ってましたよ、うん、多分それぐらいだった。じゃあ本当初期っすよ。本当にだって1ヶ月で1000人いってるんですよ。そうなんですか。だから初めて本当間もない頃。そうですね、うん、なんか結構その頃いろんなチャンネル見漁ってて、おたまたまちょっと見つけて、わ、すごいいいチャンネルだなと思って。ありがとうございます変わった趣味ですねそうかもしれないですね他にもお酒系見るんですか。そうですね、まあそれこそ、まあ、あんま名前出すわけで、まあ、あ、いいっす、いいっす、大丈夫、全然クッカのソロドラボさん、あ、まあ、ヨートさんとかも、あ、大手のチャンネルとかよく見るんですけど、うん、なんかあの不思議な乾杯をね、あー、アイデーケーペー、あー、アイデーケーペー、アイデーケーペー、そう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 、怒られるぞ、すぐ怒られる。そのうち猪木も参入するんですかね。僕も多分そのうち血迷ってやると思います。お酒いいんじゃないですかね。ね、お酒いいんじゃないいいと思いますよ。ギター弾きながら飲むみたいな。ああでも飲んだら弾けなくなるから。でもダメですよ。バブ抜きやりますか。バブ抜きやりますか。バブ抜きやりますか。これなんだろう。じゃあ。なんだろう。
4人いるし4人いるしババ抜きやりながら喋りますじゃあ集中できないですよババ抜きやっとできるねやっとできるねやりたかったんですよねやりたかったやりたかったやりたかったんですよやったーババ抜きだー嬉しいすごいよこれいつぶりか分かんないもんですねもう無駄遣いだよやつあの出していくやつですねできたあそうペアになったらその捨ててペアになったら捨てていくやつですねあそう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 ルールさえ忘れかけてるババ抜きできない大丈夫大丈夫思い出す思い出す思い出すやったババ抜きだババ抜きなんてやんないっすよねやらないっすねテラワロステラワロスババ抜きだいたいたいたあったそう、YouTube っぽいあった YouTube っぽい YouTube っぽいんじゃないこれはいはいじゃあ、どうしますどうすんすかこれで乗って誰から行きます滝沢さんから行きましょうはい、はい、僕どうすんすか時計回りいや、犬の毛は抜くってこと僕は抜く抜くって感じ僕は抜く、はい、僕は抜く、はい、僕は抜いて抜きの滝沢でお願いしますはいこれ、あ、キャバストマルカメラこれやはんてよく滝沢さんからもらえばいいはいしまいましたはい、どうぞマジあ、俺さ、これとこれ揃ってたわあるあるおお、ワイルド、そっか、俺がどうのかうんー頑張れダメでしたダメでしたかダメでしたってあれ早くない？早い、すごいそんなことある？いや、運が良かったマジ？なんか出てるなんか出てる、まあいいやもう素なのか僕素なのなんでこれこれねなんか、そういう振り一回しまいましょうか一回しまって一回しまって一回しまってやった後に一回しまってもう一回出してみるとまあこれでいきましょうこの子も引いて引いてちゃうんかいあいつだあざあああでもこれ聞かないんだと結構ババ抜きってこれ上がるのむずいっすねこれそうなんですか大変運がね結構あいつだアイサーあれちょっと待ってあれあれおおおおあやーアイサーすげえマジかアイサーあーこっちでしょいえうわ3分の1だこれですねおお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 やば楽しい。イエーイ。楽しかった。イエーイ。一位です。一位、二位、三位、三位、四位。じゃあ一番偉い。まああとで別チャンネルでちょっといいお酒をじゃあ飲みましょう。飲みましょう。飲みましょう。今日はね。今日飲む日ですから。そうですね。見たいと思います。ぜひお二人のチャンネルもご覧いただければと思います。はい。というわけで、滝沢さんと猪木さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。じゃあねー。はい。いやー、よかったですね。よかったですね。いやー、あのさ、二人とも優しいよ。優しい方でしたね。そう、本当に。いい人でした。本当にいい人でした。もうなんか逆になんかもういい人すぎて、うん、僕あの帰り道とかでなんかああどうもなんかみたいなかしこまっちゃってなんか上手にお話できなかったってちょっと僕らやっぱり心が歪んでるの歪んでるんでしょうねきっとねっていうことをちょっとねそうですねなんか裸にさせられた気分、ね、そうですねありましたねもうなんかシャバダバなロックンローラーの方とかだったら全然なんかウェイみたいな感じでいけるんでしょうね。いや、わかんない。僕らがまだ、あの、お二人を、あれ、裸にできてなかったかもしれない。なるほど、なるほど。なんかもうすいません、みたいな。ほんとすいません、みたいな。なんか、すいませんでした、みたいな。ね、まあ、わざわざ来ていただいて、ね。ねえ、遠路はるばる。ほんとですよ。はい。ほんとにね、滝沢さん、猪木さん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。
また今度はねあちらに行く機会がねあればね行く行く、はい、行かせていただきたいですね。ギターを教えてもらいましょう。二人で弾くの？二人で弾く。二人で弾くまで帰れません企画っていう。ユズみたいな。ユズみたいなやって。ちょっと名前かぶってるし。確かにね。あれでしょ、柏の駅の。駅でこっち行くんでしょ。最後ね。はい。楽しみにしましょう。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また。また。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。